皆さんこんにちは、サルムです。お正月も終わって仕事始めになって日常普段の生活に戻られた方も多いかと思いますけれども、皆さんいかがお過ごしでしょうか。今日はですね、私が愛用している香水のお話をさせていただこうと思います。私がいつもつけてる香水はこれ、カルバンクラインのエタニティです。これはね、香水カンパニーさんっていう楽天に出店してるお店で買いました。お値段がね、3399円です。これもうずっとね、もうここ何年かはもうずっとカルバンクラインのエタニティ一筋なんですよ。私いろいろ香水試してみたんですけどね、私はね、あんまりね、甘い香水は好きじゃないんですよ。なんかもううわっていうような甘い香りの香水、なんかベリーとかの匂いがするな、あんまり好きじゃないんですね。このカルバンクラインのエタニティはもう、なんていうのかな、大人の女性の香りっていう感じです。なんかイメージとしては仕事ができる女みたいな、そういうイメージの香水で、そんな甘くないんですよ。一応フローラル系ならしいんですけど、甘くはない。かといってスパイシーっていうわけでもないんですけどね。なんて言えばいいのかな。かぐわしい、とっても素敵な香りです。もうずっと、これ 100ml 3399円なんですけども、定価で買うと14000円ぐらいするらしいですね。はい。私は香水カンパニーさんという楽天に出店してるお店で安く買いましたけど、いつもこれを愛用しています。で、私はね、香水はね、迷惑かもしれないんですけどね、もう鼻が折れ曲がりそうなくらいたっぷりつけるのが好きなんですよ。シュ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 って20回ぐらい。でも一回ね、仕事場の人にね、ちょっと香水きついですって言われて、それからちょっと反省して、仕事場にはもう香水はしないようにしました。で、かのね、ココシャネル氏。あの方もね、香水なくしてエレガントな女性はありえないっていうふうにおっしゃってましたね。そういう名言がありますけれどね。皆さんはどんな香水がお好きでしょうかね。私もね、昔はね、プラダとかね、コーチとかも試してみたんですけどね、プラダやコーチの香水ね、意外とね、甘い香りだったんですよね。可愛らしい感じのイメージした香水でしたね。これはもうほんと何回も言うようですけど、大人の女性向けっていう感じで、とっても気に入っています。はい、ということで、今日は私の香水談義をさせていただきました。気に入っていただけた方は、チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いいたします。はい、では、またお会いしましょう。シャルムでした。